はい、こんなの買ってみました。キャンプに向いてるかと思って買ってみました。よいしょ。おー、なるほど。おー、なるほど。ドイツ軍バターケース、かなり使い込まれたから開くのかな。本当にファントム通信。ごきげんようジャパラの皆様、ミヤでございます。皆さんお久しぶりでございます。自粛してるかい。千葉は自粛中だよってチーマくんも言ってるので、自粛しております。キャンプ道具にまつわるものをね、買ってみました。じゃーんとね、はい、こんなの買ってみました。まずはこんな感じね。あとはこれ、あとはこいつ。おお、これらは1個2個ね、うん、3個。これ結構気になるでしょ。今回はファントム通信販売ってところで、いろいろね、キャンプ用のねタオル買ってみました。まずこの2つがフリームリターダント、マフラー、ロングタオルっていうのと、スポーツタオルを買いました。1600円と2400円。ちょっと開けてみましょう。まずはマフラー、ロングタオルの方、こんな感じ。お、いいじゃないですか。あ、お、こんな感じ、わかるかな。これこうからのこうね、こんな長いやつ。次が、まあ、同じく用紙ね。あとはよいしょ、こんな感じ。まず向かって右側の方が、こっちがマフラー、ロングタオルってなってるやつね。で、左がスポーツタオル。向かって右側が長さが1100ミリの横幅が220ミリですね。左手の方が長さが1100ミリで、横幅が倍440ミリですね。お、かっこよくない？このタオルの特徴で、なんと見えるかな、防炎タオル、コット 100% ファイブロ防炎加工、防炎性能基準適合品。キャンプに向いてるかと思って買ってみました。で、こいつはサイズがまた別にあって、ハンドタオルっていうモデルと、今回の右手のマフラー、ロングタオルモデル、あとは左手のスポーツモデル、あとはもう一つでっかいバスタオルっていうサイズがあります。ハンドタオルが 250mm の 250mm、 右手のマフラー、ロングタオルは 220mm の 1100mm で、左手のスポーツタオルが 440mm の 1100mm、 あとね、バスタオルっていうのが 600mm の 1200mm っていうのがあります。こちらの特徴として、日本最大のタオル産地今治で生産された日本製の防炎タオルです。吸収性に優れてて、触り心地は普通のコットン 100% の素材、無機塩を使用した安全性の高い防炎加工のファイプロ防炎加工っていうのを施されてるらしいです。どうなんだろうね、燃やすわけにはいかないから、ちょっとねこの辺は分かんないけど。で、ボディカラーは OD カラーの色だけです。かっこよくない？右手のやつはね、JGSDFWAIR っていうモデルなんですね。これはね、陸上自衛隊の水陸機動団編成以前の、なんとか、相浦駐屯地に所在した西地方方面直轄の普通科連隊である、全部地方ジョン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 っていうテーマにボートをあしらったデザインですね。で、左手の方がブレーズドリル、火が発火するために必要な3つの要素である熱、燃料、酸化剤を示した三角形、あ、三角形が見えない、これですね。こんな三角形をデザインしたモデル、これをね、買ってみました。そして続いてはこちら、これはギアエイドってところのマイクロファイバータオルの M サイズと L サイズ、これをね、買ってみましたよ。じゃあ開封と、こんな感じ、よいしょ。これも OD グリーン、ふい、こんな感じ。そしてこちら側も
開封をするとこんな感じ。どうですか、かっこよさそうでしょ。もうすでになんとね、オプションでね、オーガナイザーバッグがね、ついてるんですよ。サイズは、同じサイズかな、同じサイズかな、でも書いてあるものは違う。 L サイズの方にはギアエイドって書いてあって、こっちは何だろう、 MC ネットタクティカルって書いてある。デザインが違いますね。これらはタオルが入れられるっていうオーガナイザーだからね、ケースですね。他にもなんか使い勝手が良さそうだね。ほらメッシュ生地になってて、こんな感じ。これは何だろう、これはなんか外れるね。これは何だろう、こっち、おお、なんだ、あ、取れる、お、そういうこと。こっち側にするとこうなるんだね。ああ、なるほどね。あ、これはこうなってるんだ、なるほど。付け替え可能な、あ、こっちはなってないんだ。うん、 L サイズの方はなってない。でも外すのはありますね。へえ、ちょっと変わったオーガナイザー。中身がじゃーん、サイズがね違うんですよ、 L サイズと M サイズで。うわ、全然見えねえな動画だと。よいしょ、おお、なるほど、おお、なるほど。向かって左手の方が L サイズ、右手が M サイズですね。 M サイズの方はサイズが 1000mm の横が 510mm、 L サイズが 1260mm の 760mm になります。ちょっと上から撮ってみようか。はい、画角を変えてみましたと言いつつも、まずはフリームリタントのスポーツタオルの方ね。上がマフラー、ロングタオル、下がスポーツタオルですね。このぐらいのサイズ感。そこにギアエイドの M サイズ、はい、こんな感じ、 M サイズね。そして L サイズ、ちょっと分かりづれえな、思ったより大きいですね。オーディグリーン尽くしということで、このギアエルさんのタオルは高密度マイクロファイバーを使用してて、なんていうのかな、よくある水のね吸収がすごいタオルですね。これはね、なんと米軍のね兵士もね使用してるらしいですよ。本格的ってことなのかな。でタオルのね重さのね約5倍の水分を吸収して、手でねギュッと絞るだけで吸収した水の 90% の水を出すらしい。で柔らかい素材でできてるから、汚れ落としにも使えて、メガネとかね双眼鏡のレンズ機から銀食器などのポリッシュ用にと様々な用途で使用できますと。で軽量でコンパクトなので、アウトドア深夜旅行などにも使えるよってやつですね。ちなみにお値段は結構高い。ギアエルさんのマイクロファイバータオル M サイズが3300円、下にある L サイズが4180円です。じゃーん、なんとドイツ軍バターケースっていうのを買ってみました。見てほら、ここになんか、あ、かなり使い込まれた感、開くのかな本当に。お、開いた開いた、じゃじゃん、わ、すげえ、あ、なんだろう、セラミック、アルミの中になんかね、プラスチックだかセラミックだかがなんかコーティングされてるみたいなやつだね。サイズはね、直径が約11センチで、高さが4センチですね。これをね、何に使いたかったかっていうと、お、おお、いいね、おお、いいね。これをね、よくあるね、焚き火の道具を入れる武骨缶っていうのに使おうかと思って買ってみましたよ。お、ふざけじゃねー、これがね、なんていうの、軍物の放出品、1000円でした。お、これはいいんじゃない、結構変わってて結構お気に入りかも。はい、そんな感じで今回はタオル買ったよっていうねだけの動画です。チューバくんも外出自粛だよっていうことでね、残念ながらねタオルだけのレビューです。購入方法は楽天のサイトとファントム通信販売さんの個別のサイトになります。一応リンクは楽天の方と貼っておきますので、もしよかったらね参考にしてみてはいかがでしょうか。そんな感じで今回はタオルだけ買ったよっていう動画でした。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。